2万のお家。ここちょっと気になるんですよ。今ここですね。アパートって書いてる。詳細が載ってないんですよ。でちょっと拡大したら、ここがトレジャーシップっていう NPO 法人になってて、ここになってんだね、マークは。で、すぐ横にアパートがあるけど、これかなーとも思うし、ちょっとわかりづらいんだよね。で、ちょうど今そのアパートの前にいます。ここですね。ここそのアパート。聞いてみようか。ちょっとこの2万のお家っていうのを聞いてみます。トレジャーシップに聞いてみようか。電話番号が載ってるんで、電話します。もしもし。もしもし。ちょっとお尋ねしたいんですけど。はい。なんか、Google の地図見てたら、2万のお家っていう表記があって。はい。これはどういう、なんか。すいません。うちもわからなくて。はい。去年あたりにここにうちは、入ったんですけど。はい。はい。調べると2万のお家って出てきてしまうので、はい、それが何かはちょっとわからなくて、はい、私も知りたいです。隣にアパートがあるけど、それかなと思ったんですけど。いや、アパートもなぜ2万のお家なのかがわからなくて。あ、分かっそうなんですね、アパートの方も。はい。あ、はい、じゃあ、謎ということですかね。謎です。Google さんに聞いてみたいなと。ああ、なるほど、なるほど。はい。いや、ないかなと思って。はい。そうですね。分かったら教えていただきたいぐらいです。ああ、分かりました。はい。はい、申し訳ないです。はい、すいません。はい。はい、ということですね。じゃあ、ちょっとその2万のお家見てみましょうか。その場所。ここが2万のお家になってますね。ワンライフガーデン。で、すぐ横にアパートがありますね。場所も確認してみようか。ここですね、2万のお家。で、なぜこうやって表示されているのかがわからないという感じですね。はい、まあ、謎ということです。